あの時ミーハナは？それがいないの。え？お探しの子はこの子かしら。ハナ。ハナを返しなさい。この子を返して欲しければロケット団のハーミーと戦うことね。そういうことや。まず何やってんの時ミー。あれ？何すればいいのよ。地球グミを探すのよ、ここから。うわー、なんで地球グミ隠す。地球グミあったあった。あれ地球グミ。これ地球グミじゃないわよ。え、青くて丸いのに、うん、これは私がポケモンを奪うときに使うスーパーボールよ。あー違う。まずいじゃん、私じゃダメじゃないの。ポケモン奪っちゃうわよ、ロケット団なんだから。もう奪ってるわよ。え、あなたたちのポケモン、そこの棚にいつもいる子がいないでしょ。カクレオンの相方？いなくなってるじゃん。なんで紫のカクレオンの山がいないの？なんだきゃ。あった、どこ？まずい、まずい。まずい。あ、いた。あ、いた。トキミどうしたの？ね、ぶつけた。ぶつけちゃったの？なんでしてみなさい。ああ。やばー。もう怖だから。あかんて。落としちゃった。落としちゃった。早くつけて、つけて、耳。耳じゃねえ。あー、トキミー。怖い、なんか。なんあの、イーブイとこ見て。あ、これ。オウくん、この間、目落としたって言ってたから。え？違う、これ、グミだよ。グミなの、これ。うん。あ、地球グミじゃない。あ、これ地球グミなの？食べてみたらわかるわ。目玉グミ。結構酸っぱかった。あ、なに？結構酸っぱいのよ、これ。コックが美味しい。うん？うん？違うわよー。あの子がどうなってもいいの？ハナ、助けて。ハナ、助けなきゃいけないのよ。違うの、違うの、地球組どこにあるか知ってる？知ってる？知らない。知らないのね。知らないか、じゃあむずそう。あー！あれ？見つけたよね。じゃあ次はヤンキー言葉で私を怖がらせてみなさい。ヤンキー言葉に。じゃあお題いくわよ。最初の文字はタ。タ。いける？ちょっと考え中。ガチの打ち合わせしないでしょ。わーだ、行くわよ。立ち尽くしてんじゃないわよ。全然怖くないわ。あー、全然怖くないから次の文字。キ。見本見せてちょうだいよ。じゃあちょっと待ちなさい。俺はないと思ったな。俺はないと思った。ヤンキーだって。ヤンキー。確かに。あなたにお題は掃除機で吸って取り込むぜ。こら、左目の涙も演出。めちゃくちゃ目に涙溜めてんねん。あーごめん。あーかっかっかっ。ロケット団が見本いつも見せてくれるからさ、カメラ撮ってる人が。今日いないんだ。本物がいないの。本物がいない。今日は休み。お休み。今日休みだったのね。さきみお願い。やっぱさきみいるから合わせ技みたいな。あ、合わせ技。よっしゃ。し。し。し。静かにしないと。こう。あいつが静かにしないとって言ったら、なんかその後言うと静かにしないと。どんぶりのどんっていう感じのこの点のところに閉じ込めちゃう。せーの、どんぶりのこのスコのところの点にして閉じ込められるの。やだー、やったー、やったー。今日の頑張り大事したわ。ちょっとヤンキー言葉は怖かったけど、次はプッシュ聞いてたのかしら。終わったー。まだ始まってない。まだの2個終わったわよ。2個終わったじゃないわよ。だって私ロケット団なのにルール守ってるのよ。あいつたち、ハーノちゃんのこと返してほしいでしょ。そうよ、ハーノ返しなさいよ。プッシュポップの早押し対決よ。よーし、よーし、早く押し終わった方が勝ち。いくよ、よーい、スタート。うわー、裏を連撃の方、そしてトリックルーム動きを止める。あー、すごい。あー、でもこの間今ハーノの時間違えたよね。
呼ばれたわよ今。いやいやいや、おきみ押すぞ。やめなさい、危ない危ない、うわー、何をしてるん。で、これで全部このプチポポしてた今。うわすごい。してた、ローラー式。うん、すごい、全部押されてる。ほんとだ、負けたわよ。ほらー、来た。なかなかやるじゃないの。おい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 、びっくりした今、眼球スレスレ。次の勝負に勝ったらあの茶を返してあげないこともないわ。え、うん、私よりも大きなものをどんどん持ってきなさいということで、最初はこれよ。あと、うわ、大きいもの持ってきてる。はい、まだ一勝ちよこれで。まだ違うよ、最終的に持ってこれなくなるまでが続くんだからね。なるほどね。ちょっと、遊んでるはずとこっち。こっちの方が硬いよ、たぶん。同じが。まあ、ハードのこと助けなくていいの。ハードのこと、ハード絶対助ける。助ける、助けるよって言って遊んでんじゃないわよ。あったくも、ここにあるのよ。めちゃめちゃでかいポテトチップス。あらー、でかー。さあ、これ、大きいもの持ってきなさい。いいじゃないの、行ってくるわ。よし、見つけたわよ、たきみ。バイバー、行くわ、今。ブイーン、ヒケドさんのアウター、 LL サイズ。 LL サイズ大きい。え、これ最近買ったの。あ、秋らしいね。秋っぽいよね、新しい服。うわー、お乳だって。お乳よこれ。ほら、でかいじゃないの。まあ、確かにこれは確実にでかいわね。まあ、仕方ないわね、もう。あの子たち、いつも王さんとかヒードとかの服のブランド特定するの。ほんまそう。ほんまやめてほしい。あの服よりも大きいものね、なかなか難しいわね。あ、ロケット団といえば悪タイプ、そして大きい子、ここにいるじゃないの。悪タイプといえばブラッキーよ。どういうこの大きさ。でかーい。これはもう私の勝ち。はい、一回のハードのためだ。そら、持ってかなきゃいけないから。確かに持ってかなきゃいけないから。何よ、リアルリアクションが。じゃあカメラ回して、ちょっと、ま、回してカメラ回して。あ、持ってきたわよ。大きすぎる。あ、痛い痛い痛い。あ、もういいでしょ。もうロキソプロフェン飲んでるから。腰痛くるたい。大きいぞ。あ、おわ、でかい。これはもうこれ以上大きいの持ってくれないわよ。痛かった、脇が痛い。脇がマジで脇きついよな、あの持たれ方は。皮膚がベロン。これはロケット団ハラミの負けよ。イエーイ、反応返してもらうよ。うん、そうよな。そう簡単には返さない。勝負に勝ったからってね、そう簡単に返されると思ったら大間違いなのよ。まっすぐ。ママ、あ、ハナ、ママ、ハナ、ハナ、え、ママどうしたの。どうしたんじゃないよ、あとは助けに来たのよ。あ、あ、ブシマスいっぱいだ、やったー。やだやだ。いや、違うわよ、私ハードじゃないわよ。何やらせるな。危なかったわね。危なかったじゃないでしょ。ハードちゃんはもうこういないのよ。おいおい、どっかちょっと、ハード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 、こんな姿になっちゃって。まあまあまあ。ポケモン相性じゃんけん、私たちと勝負だ。ポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い。水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。クワッツだったので、ニャンホを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな。今日も動画見てくれてありがとう。チャンネル登録もよろしくね。おすすめ動画もチェックしてね。コメントも待ってるよ。またポケルンの動画見てね。せーの、またねー。